眉毛が薄いくせに一本一本が長いマイドンです。イメチェンがしたいんです、私。だってね、考えてみてください。毎日毎日この顔と向き合いながら編集編集編集、それ飽きますよ。ちょっと今日はね、イメチェンをしたいと思いましてですね、ダラーン、人の頭を買ってきました。カツラをね、カツラ、ウィッグか、カツラってウィッグを買ってきたんですよ。ウィッグを使ってですね、私イメチェンをしていきたいと思います。役学部5年生でございまして、黒髪にしなければいけない時期がもうすぐ来るのでね、このウィッグで頑張りたいと思います。はい、ということで早速レッツゴー。本当に今日はですね、イメチェンがしたいというだけなので、コスメ紹介とかそんなに丁寧にはしないと思います。と肌を白くしたいのでね、ペリペラのね、このこうやつを使っていきたいと思います。最近ずっとポール&ジョーのさ、下地使ってたはずやのにさ、家の中でなくなった。で、あんなでかいもの家の中で失踪することあると思って。ウィッグはね、人生で初めてなんですよね。ちょっとワクワクしてるね。まだな、このウィッグ一回もつけてない。届いたばっかりで、髪色が自分に合うのかどうかも分かれへんけど、とりあえず可愛いからって言って買った。だけどちょっと今ドキドキしてる。貞子みたいなね、肌になったんですけど、ちょっと首も塗っていくね。はい、肌が白くなりましたので、次はファンデーション、いつものミシャのクッションファンデー、ポンポン。みんな多分うすうす気づいてたと思うんやけど、薬学部系のネタが最近ちょっと少なかったなってみんな思ってたと思うんですよ。前までさ、動画出した当初ぐらいの時はさ、めっちゃ薬学部薬学部薬学部って書いてたやんか。でも最近ね、全然薬学部っていうワードが多分出てきてなかったと思うんやけど、それにはね、訳があって、ちょっと勝手にメイク続けてるけど、これノーズシャドウ次入れてきますね、このまま。なんかやらなくなった理由が2つほどあって、で、今から説明する一つ目よりも二つ目の方が理由が大きかったんやけど、まず一つ目。私ってさ、もともと薬学部のことを伝えようと思って YouTube を始めたわけではなく、こう自分のやりたいことがいっぱいあって、マイドンっていう一人の人間を見てほしいなって思って YouTube を始めたのね。でも、薬学生の一人としか見られてないような気がして、確かにね、こう薬学部系ってで、みんなにすごく求められてて、他にやってる人もやっぱり少なかったりするし、みんなのためになってるんやったらどんどん上げようって思って、その時はいっぱい上げてたんやけど、でもなんか薬学部のことばっかりになってしまったことで、自分はマイドンとして見られてるわけじゃなくて、薬学部生の一人の YouTuber としか見られてないんじゃないかってすごい思い始めて、自分がやってることと自分が思ってることのギャップにちょっと苦しんでたのね。だから一回薬学部っていうワードを使わずに、女子大生っていう言葉を使ってたけど、マイドンっていう一人の人間としてちょっと一回それでやってみようって思ったっていうのが一つ目の理由ね。でもまあこれはね、別に薬学部っていうのは私の特徴の中の一つでもあるから、別にね、これはそこまで重く考えて薬学部のことしかやってないからやめようとかいうわけではなく、なんかちょっと一定期間やめてみようぐらいの感じだったんですよ。眉マスカラ、エクセルのこのカラーオンのアイブロウ、ピーチブラウンってやつを使っていきます。これめっちゃ髪の毛に合うんよ、今の。そうで、その二つ目の理由っていうのが、なんかね、薬学部っていう特定のワードを入れることによって、コメント欄ですごいね、論争が起きるんですよ。どの動画かは言われへんねんけど、その薬学部生のことについて動画を上げた時に、薬剤師さんとか薬学部のことはもちろんやねんけど、その他の医療系の学部やったりとか、お仕事のことをすごく悪く言う人が出てきたんですよ。どの仕事をしてても誇れるものだって私は思ってるんですけど、なんかその人たちにとってはこの職業は上で、この職業は下の人間がやるものやっていう、なんかすごいよくわからない上下関係を作ってて、この仕事をしてるやつはなんかゴミやみたいなね、そういうことを言う人が必ずと言っていいほど出てくるんですよ。なるべく私ってそういうね、誰かに被害が及ぶようなコメントっていうのは消すようにしてるんですけど、ちょっとある動画に関してはもう消せきれないというか、管理しきれないぐらい来てたんですね。その動画を見てくれてる人が多かったっていうのもあるんですけど、なんかそっからなんとなくこうコメント欄で論争が起きてるのを見て、自分が昔から夢でなりたいって思って
ってた職業をすごくバカにされたりとか、私の動画を見てくれてる人たちが夢を持ってその職業に就きたいって思ってるものをこうやって簡単にねコメント欄とかでよく知らない人がポンって悪口を言うことによってすごく傷つく人が出てくるんじゃないかなって私は思ったの。だって私だって薬剤師さんのこととか薬学部のことをバカにされたらすごい悲しいし、だって私だって小学生の時から薬剤師目指してきたわけやからすごく悲しいなって思って、なんかそういう論争を見るのがちょっと苦しくなったっていうのもあったし、職業とかをバカにするだけじゃなくて学歴とかのことをすごく言う人とかもやっぱり増えるのね。薬学部ってイコール勉強系のカテゴリーやから、やっぱりそういう人も湧いてくるわけよ。誰かをバカにするっていうことがコメント欄の中で起きるのね。確かに私的にも勉強できる人とか、めちゃくちゃ勉強しないとなれない職業とか、確かにそういう人たちのことは尊敬してるよ。尊敬してるけど、でも人の能力を測る一つではあるかもしれんけど、それがイコール人間の魅力っていうわけでもないし、勉強ができないやつはもうゴミみたいな、そういう感じで書くから、なんかそれはちょっと違うなって思って、すごいね勉強系の動画を上げることが億劫になって、自分が見るのも辛いし、周りの私の動画を楽しく見てくれてる人がそれを目にするのもなんかちょっと苦しいし、でそうやって今までちょっと当分の間避けてきたんやけど、動画を楽しく見てくれてる子は薬学部ネタも見たいって言って私のこと登録してくれてる人もおるやろうし、私が勉強してる姿とか頑張ってる姿を見てやる気が出たよってありがとうって言ってくれる子もおったりとか、こういう好意的な気持ちで勉強系を楽しみにしてくれてる人もおるのに、そういう悪いことを言う人たちのために動画を出さないっていうのもそれは違うなって思い始めて、でやっとねこの前先週あたりぐらいかなに、やっとねちょっと勉強系の動画を上げようっていう気持ちになってあげたんですよ。誹謗中傷とはまた違う感じの悪質なコメント、仕事とか学歴とかって、まあ、確かにその人の能力を測る一つではあるとは思うけど、一人一人得意不得意なものが違うわけやから。だって勉強はできても運動ができない人っておるやんか。それと一緒で、運動とかそういう他のこと、芸術とかそういうことで能力を持ってたとしても勉強ができない人だっているし、勉強が好きじゃない人だっているし、だから全てを学とか職でその人のことを決めつけるっていうのはまた違うなって私は思うし、仕事によって格付けするのはまた違うなってすごく思うんですよ。その人にはいいところがあって誇れるところがあるんやから、投稿者に対してのコメント以外にもこのコメントを見た人がもしかしたら傷つくかもしれないっていう言葉は控えるべきなのかなって私は思いました。こんな話をしてる間になぜか化粧はすごく進んでしまってですね、何にも説明してないけど、でも今日はねこれをちょっと伝えたかったので、ちょっとこういう雑談のメイクということにしといてください。はい、残すところはあとリップとシェーディングだけになりました。草。そういえばカラコンの説明してなかったわ。カラコンはね、ちょっと青っぽいやつで、これトパーズのラピスラズリっていう色です。これね青っぽいやつです。最後はリップでございます。なんかリップはさ、すごいいっぱいいつもみんな聞いてくれるからさ、ちょっと紹介するわ。最近使ってんのはエチュードハウスのディアダーリンウォータージェルティントってやつですね。これほんまに取れへんねん。ただね、これね、ちょっと気をつけてほしいのが、壁に。で、ここに入ってるめちゃくちゃ気に入っているナーズのリップグロス N を重ねていくよ。はい、ということで、こんな感じでメイクが終了いたしましたので、カツラ、カツラちゃうわ。人生初、ウィッグをつけていきたいと思いまーす。こっからすごい顔になるんでしょうね。これどうやってつけるの？え、こういう感じですか？これでこうやってやるんですか？こんにちは、どうも、マイドンです。あー。はい、ということで、ウィッグかぶれました。皆さんどうでしょうか？なんかちょっとここのさ、この黒の部分が見えてるから、あれやねんけどさ、なんか意外とこの姿でもいけるんじゃないでしょうか？なんかこういう感じのポーズしてそうじゃないですか？はい、ということで、今回ですね、イメチェンをしてみました。イメチェン計画、成功と言っていいのかわかりませんが、できたんじゃないでしょうか？皆さんね、コメント欄で、この髪型してみてくださいとか、なんかいろいろあったら教えてください。はい、ということで、今回の動画終わりたいと思います。次の動画でお会いしましょう。おつどん、バイバーイ。